こんにちは、ヤードです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども、さあ来ました。お相手1級の方ですね。勝率 5.1 割、ご機嫌中飛車をお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ相手居飛車ですね。全然中飛車どこ行ったっていう感じなんですけど、ご機嫌どこ行ったっていう感じなんですけど、あ、こっからなんかあれか、飛車振ってくるのかな。あ、でも普通に銀上がってきてますね。普通に棒銀ですね。さあ、棒銀用の受けを、しっかりこなしておきます。ここでがっちりね。で、銀繰り出していく感じで行きたいと思うんですけど、許してもらえるのでしょうか。これが、あ、でもこれ棒銀決まっちゃいそうな感じするけど、どうなの？いいんじゃない？これ棒銀決まっちゃうんじゃない？決まっちゃいますよね、これ。で、一方的に飛車が、竜が作れるんで、だいぶいいですよという話なんですけど。さあ、こっからですね。まあ、一回飛車つい、ついておきまして、角引いておきますか。で、銀上がっていきましょう。でこれ端攻めはねほぼ無効なはずなんで、さあもう一回銀繰り出していきたいですね。桂馬跳ねてくる、桂馬跳ねてくるの、これは引いておくか。一回さすがに一回引いておくか。で角で取っておいて、時間ちょっと負けてますね。のんびりしてらんない。でもう一回銀繰り出していきます。飛車振り直してきましたね。さあ、こっから棒銀もう一回決めていきますよ宣言なんですけど、これも刺さってる気がしますね。刺さっている気はするんだけど、一回引いといて、で、角上がっておいて、でこの成りをどう受けるのかっていう話なんですけど、受けない、受けないんだ。なっておきますか。なっておくか。これで飛車の頭に打っといて、金だったら飛車取りますよっていう話で、もう一個銀打っといて、これ完全包囲。これでどうでしょう。で銀取ってきたら銀で取りますかね。銀で取って、あっと、まだ死なないね。何があってもまだ死なないから王手しといて、で一回引いておきますか。でこのと金回収に行きます。それだけでももうだいぶいいはずだから、どうだろうな。一回取っておきますか。これこっちで飛車下ろしておいて、で銀打ってもらえるんだったら御の字。なっといて、そうっすよね。で、香車取っといて、これは一回取っといて、歩打ってくる。いや、これもう攻めるしかないっすね。攻めるしかない、攻めの一択で、微妙にこう浮いてるんだよね。打っといて、銀上がってくるんだったら金が浮きますよっていう話なんだよね。さあ、時間がね微妙に負けてるんで、ちょっとねしっかりやっていきたいですね。ここでさあ、ん？これは？
金打って、でこっち取っといて、これまだ死なないよね、こっちね、まだ死なないからこっち取っといて、竜入っといて、で角打って、で金銀で詰んでるよね。はい、ありがとうございました。乗り切った。いやー、ちょっと最後ね、あんまり分かんなかったんですけど、なんとか勝つことができました。今達成率 79.5%、この調子で 80% 台に乗せて、今日の将棋を終わりたいですね。今日あと2試合できるんで、2試合しっかり勝っていきたいと思います。お相手初段の方ですね。アバターめちゃくちゃ怖い。このアバター何なんだろう、何のキャラクターなんだろう。あ、やばい、これ例の袖飛車ってやつですね。袖飛車の受け方一個も分かんないんだよな。ちょっと知らないんだよね、袖飛車の受け方を。勉強不足、ズバリ勉強不足。桂馬跳ねてくるんだ。これあれか、右石田流的な何かですか、例の。あ、やばい、これあれか、しまった、この角筋が良くない。これはまずい。ふーっといて、あ、そう、戻ってくれるんだったらいいですね、ありがたい。さあ、これで棒銀繰り出していきましょう。棒銀とりあえずね、僕のね、攻めの手段といったら棒銀ぐらいしかないんですよね。これが、一応何でもないですよっていうのが言えるはずなんで。で、ここ銀打っといて、取ってくるのかな、もう切ってくる可能性あるよね。あ、それやばい。確かにそうだな。ただ、歩でしっかり受けることができるので、これで棒銀が、心置きなく、決めれる気がしている。だ、角がここに引いて分かんないのか。歩がないんだな、持ち駒に。取って。そうですね、角ここに引かれて分かんないんですね。あ、そっち行くんだ。そっち行くんだったら棒銀決めます。もう、容赦なく決めます。あ、そういうこと？そういうことしちゃう？そういうことしちゃう。引かれて、いやー、でこれ角筋開けまして、桂馬跳ねてくるのか。そうだよね、ただそこはもう譲っちゃっても大丈夫な気もする。あ、打ってくるんだ。打ってくるのは知らない、打ってくるのは知らないけど、でも意外と、この強打ちで飛車が死んではいないけど、厳しいんじゃないですかっていう案件なんだけど、銀取られて怖いっていう話ですね。で、これを受け切ることができればこっちの勝ち。いやー、これ金を譲るしかないか。あれ、ちょっと待って、金譲ったら死ぬじゃん。やば。あ、これやばい、終わってるじゃん。しまった、ミスった、しまった。ですね。すいません、ありがとうございました。ちょっとやってしまいました。さあ、これ達成率が 77.2% とね、最初の水準に戻ってしまったので、最後の試合だけは絶対に勝っていきたいと。お相手2段の方とか来てほしいですね。初段か。初段だとな、勝っても 80% 台乗らないんじゃないかな。まあそもそも勝てるかどうか問題っていうのが一番大きいんですけど。三間飛車ですね、お相手。さあ、銀繰り出していきましょう。原始棒銀。いや、エフェクト出るのめちゃくちゃ遅かったですね、今。謎のエフェクトディレイ。さあ、王様寄っておいて、取り刺し。さあ、端歩突き返しておきまして、
さあ、3五歩からいきましょう。ちょっと今ね、あの携帯がブーってなっちゃいましたけど。さあ、これは一回銀で歩で弾いておきまして、銀引いて上がって支えに行きます。支えに行きます。これでで角が出てくると、で角が出てくるのには歩ついて、で銀上がって角を追い返します。こっちに出てくるんだったら2四歩で、それさせてくれないんで、一回この歩をもらっておくのかな、もらっておきましょう。さあ銀をもらえたら、これね、取るのがいいのか、取ったら歩で死ぬか殺されるか、引いておきますか。さあこれで、こっちに出ていって、今度ここの銀成りを、見せていきます。銀成り、成りでいいよね、さすがにこれは。そうっすよね。で寄っておいて、これでかなり、得していると思います。で、お相手も持ち駒が今ないんで、ちょっと攻め手にかける展開だと、思われますね。そうですね。で一応歩なっておいて、角出てくるけど歩なっておいて、歩と金寄っておいて、で次金の攻めを、見せていきたいんですけど、まあ、一回これすいませんめっちゃむせるこっち出てきたら桂馬で取って、取られて取ってっていう感じか。これは飛車もらっておきますか。さすがに飛車もらっておきます。で、飛車なっておいて、さあ一気に決めに行きたいですね。これは一回ふーっておきますか。桂馬、桂馬打って、桂馬打つ効力あるかなこれ。難しいけど銀寄っておきますか。これ寄っておきましょう。これも角譲っちゃってもいいかもしれないですね。で金上がっておいて、んでここですよね、ここですよね。1分30秒、馬取りに当てます。で攻め手がちょっとないですね、これ。ちょっとミスった感すごいめちゃくちゃミスった感じする。金上がっておいて、あ、そっか、打ってくるのか。で香車もらっておいて、これに対しては香打ちしておきますか。さあ時間は微妙に勝ってるんだけど、相手のやっぱり美濃が丸残ってるんで、それがまあ全然ちょっと今ビジョンが見えないですね。勝ちにつながるビジョンが見えないですね。で、今度これ金取っておいて、これちょっと強行突破でいけるかな、いけないかな、わかんない。これちょっと駒損か、駒損すごいみたいな感じになるか。ただ金取って、それ銀で取った時に竜で入れるっていうのがあるんで、そうね、ここだよね。だから、この金、銀寄っておいて、馬、お馬さん、お馬さん邪魔ですよって話して、かなり寄ってきてはいる。寄ってきてはいる。これは入れるでしょ？入れるし、銀もらっておくか。で次、これは一回引いておくのかな。まだちょっと長引きそうですね、これ。まだ長引く。
長引きざるを得ない。30秒。さあ時間がね良くないっすね。これ王手。さあこれでどうなるか。銀打って20秒。取って銀打って竜捨てて金で終わり。おっしゃ、ありがとうございました。よかった、危ねえ。最後めっちゃ焦りましたね。若い頃のようじゃ若い頃のようじゃすいません、ちょっと咳が風が通り切ってないですよね。これ 80% 台に乗ったんでよかったです。ちょっともう死にそうなんでここで配信は終わりたいと思います。死ぬの本当に本当に死ぬの。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。